おはようございます。おはようございます。モーカさん、ガッダムさん、おはようございます。マリちゃん、ハレリア。今日はやはり涼しくてですね、むしろちょっと寒いぐらいで、オートバイで来るときですね、ああ、寒い。もう本当に、コートが欲しいぐらいでしたね。はい、今日はいい天気です。今日はいい天気です。もうセミはほとんど鳴いてないですよね。ルルさん、キョカちゃん、おはようございます。星さん、ハレリア。元カレさん、ハレリア。まあ、オートバイはね、ちょっと寒いですけど、まあ、何もしなければちょうどいいです。メロディーさん、おはようございます。皆さん、秋というのはですね、秋というのは、まあ、天国を表すと私は思うんです。あやぽんさん、おはようございます。なぜ、秋が天国を表すかというと、まずですね、秋はなんかこう、まあ、植物が少し枯れてきますけれども、まあ、どっちかというとこう黄色、金色、秋の色はまあ黄色、金色という感じですよね。ゆうさん、おはようございます。太郎さん、おはようございます。つまり、金色というのはですね、まあ信仰的な色がありますね。赤は十字架を表します。イエス様の血を表します。白は罪がないことを表します。緑は命を表しますね。で、金色が天国を表します。黒は罪を表します。青はですね、青は聖霊様を表します。まあ、これは信仰的な、まあ、色の意味なんですけれども、そうすると秋はもし黄色または金色だったら天国を表すということになります。そして、空高くと言いますよね。空高く馬こゆる秋、つまり、空が高いということはね、天国を見やすい、天国の美しさ、空が青く高いならば澄み切った空気、ごまちゃん、おはようございます。澄み切った空気、それは清さを表すのではないでしょうか。空の青さ、広さ、清さ、それはやっぱりですね、天国を見なさいということです。で、実を言うと、今度の10月1日はロシュハシャナで、イスラエルの新年だということを、伝えてきました。そしてロシュハシャナはイエス様の再臨の予言です。ということは、私たちが天国に行くのはちょうど今ぐらいということですね。今度の日曜日にイエス様が再臨するかどうかは分かりません。とにかく、そのロシュハシャナのあたりにですね、ロシュハシャナの時に、まあ、再臨が来る可能性があります。つまり毎年、年によってロシュハシャナは違うんですけど、毎年ロシュハシャナに皆さんちょっと気を使わなきゃいけません。ロシュハシャナの時に再臨があるかもしれない、ロシュハシャナの時にイエス様が来るかもしれない、つまり私たちは目を覚まして祈らなければなりません。いつイエス様が再臨されてもね、こうやって頭を上げなさいね、頭を上げていつ敬虚されてもいいように準備をしなければいけません。イエス様おっしゃいました。私が来る時に深酒で酔っていたり、またこの世のことで、落ち込んでいたりしないようにしなさいということです。健吾さん、おはようございます。はい、黒桃さん、カズさん、おはようございます。
つまりですね、私たちがもし落ち込んでいたら、落ち込んでいたら撤去されない可能性があるんですね。アセシさん、おはようございます。それでですね、ハロウィンは、星さん、ハロウィンは悪魔のお祭りですから、お祝いしてはいけませんよ。悪魔のお祭りですよね。私たちはイエス様を祭ります。イエス様を祭りますけど、イエス様じゃないものは私たちは祭りません。喜びません。お祝いしません。私たちはイエス様にだけをお祝いします。イエス様だけを祀ります。他のことは祀りません。偶像崇拝ですからね。ハロウィンはね、キリスト教のお祭りじゃないんですよ。キリスト教のお祭りではあります。そういうわけで皆さん、私たちはこの秋というのは何を考えるべきかということを知る必要があります。まさに秋は、再臨がある時ですから、私たちは天国を待ち望む、天国を待ち望む、これは秋だと思います。そして今日はですね、十字架の意味ということで、まあ今までもですね、十字架の意味を絶えず説明しています。昨日もですね、十字架を伝えようというタイトルで、私たちは、素晴らしい御業、十字架を素晴らしい御業と考えます。私たちが闇の中で苦しんでいた私たちが、イエス様が光の中に招いてくださった。ミミさん、ハレリア、光の中に招いてくださったと考えます。その私たちが光の中に入ることができたのは十字架のおかげです。セシさん、ハローイブ、処世人の前日。ハロウィンの語源がですね、ハローイブということで、確かにカトリックでは処世人の祭日ということです。確かにそのカトリックの意味もありますけど、でももう一つの意味は、そういう何ですか、アイルランドだったかな、アイルランドのブードー教のお祭りが、から始まったと聞いています。ですから、ぜひ皆さん、ハロウィンは悪魔のお祭りですから、お祝いしないようにしましょうね。それからですね、それで、十字架の意味ということですけど、昨日もちょっとね、皆さんに十字架の意味を、聞きましたけど、私たちは十字架の意味をいつも考えます。それでですね、昨日はちょっと話さなかったようなことをちょっと話したいと思いますが、十字架からいろんなことを学びます、ね、私たちは十字架を見上げます、十字架からいろんなことを学びます、昨日はですね、十字架は身代わりだということも話しましたし、私たちの罪というものを教えるためだということも話しました。で、今日はですね、また違う側面なんですけど、イエス様は、罪がないのに私たちの罪のために、死んだということは、これは神様は必ず罪を処罰する、罪を放置しない、必ず神様は正しい神様ですから、罪を必ず、罰する
という意味もあるんですよ、皆さん。ですから私たちは罪というものを深刻に考えなければなりません。私たちにもし罪があるなら必ず罰せられる、必ず罰せられる。神様は決してそれを、容認しないわけですね。容認しない。しかし神様は寛容な方ですから、すぐに罰しない。人間の罪をすぐに罰しない。神様は猶予を与えている、悔い改める猶予ですね。今はその恵みの時と言われて、イエス様の再臨まで、イエス様の再臨まであと何年か分かりませんが、猶予をされています。まあ、執行猶予っていう言葉を使っていいかどうかちょっと分かりませんが、神様は私たちにチャンスを与えている、悔い改めて神に立ち返るチャンスですね。ですから皆さん、いつまでも神様は罪を放置される方ではありません。必ず罰します。ですから今私たちはイエス・キリストを信じて罪を清算してもらわなければ、私たちは必ず罰せられます。必ず罰せられます。その罪の報酬は死ですから、永遠の死です。執行猶予は何年ぐらいですか？イエス様が来るまでが執行猶予ですね。イエス様が来るまでが執行猶予です。それまでに悔い改めなければ執行されます。ライオンさん、おはようございます。吉田さん、人間は生まれながらに罪を背負ってますか？背負ってます。人間は全ての人が生まれながらにして、罪を持っています。その罪を放置してはいけません。悔い改めてイエス様を信じるというのは、その罪を許してもらう、ね、リニーさん、おはようございます。罪を許してもらわなければ必ず罰せられる、必ず罰せられるということですね。ですから十字架というのは、その罪は必ず罰せられるということを表しています。それから次はですね、そうですね、次は、何があるかな。もちろん愛を表してますね。十字架は神の愛を表してます。罪人のためにイエス様が死なれた、罪人を愛する愛。イエス様もおっしゃいました。敵を愛しなさいとおっしゃいました。敵を愛しなさい。つまり私たちは、神様は罪人でさえ愛して、罪人のためにも命を捨てるような方、罪人を救うために命を捨てるような愛のお方だということです。普通はですね、多くの人は罪人を愛しません。罪人を差別し、犯罪者を差別し、憎んで、その罵ります。それが普通の人です。しかし神様はそういう方ではありません。神様は罪人を愛し、犯罪者を愛し、悪い人を愛し、悪い人のためにも命を捨てる方。皆さん、そこに神の愛があるということです。多くの人はですね、十字架を見て、イエス様が十字架にかかってですね、多くの人は罵ります、ね。犯罪者が十字架にかかっているのを見て罵るのと同じで、イエス様には罪がないんですけど、イエス様は犯罪者として十字架に、冤罪ですよね、冤罪で十字架にかかります。ですから多くの人は犯罪者に向かって罵るように、イエス様に向かって罵るわけです。なんだ、人は救えても自分は救えないのか、神の子だったら降りてこいと罵ります。つまり人間は罪人を罵る罪があるということですね。
ですから私たちは、その罪人を罵るということが罪なんだよ、あなた方は罪人を憎んだり差別したりするけども、それはそれが罪なんだよ、それが罪なんだよ、十字架は人間の、罪人を憎む罪をあるということを教えています。そして神様は罪人を愛しているという愛を表します。私たちは十字架を見上げて、ああそうなんだ、私たちは悪い人を憎んだり悪い人を罵ったりしたけど、それが罪なんだ、それが罪なんだ、神の愛は、神の愛は悪い人を愛する、罪人を愛する、それが本当の愛なんだ。私たちは十字架から、十字架から自分の罪を知り、神の愛を知り、私たちは悔い改めます。ああもう悪い人を憎んだり差別したりするのをやめよう、犯罪者を差別していたけどそれをやめよう、悪い人を憎んでいたけどそれをやめよう。キョカちゃん、意味は分かりませんがいつも見てます、ありがとうございます。吉田さん、罪を犯したことのないものだけは罪人に石を投げなさいといったエピソードですね。そうですね、ある勧誘をした女性をパリサイ人たちがイエス様の前に連れてきました。そしてパリサイ人が、この人は勧誘を犯した、立法では勧誘したら石で、石の石を投げなさい、石打ちの刑にしなさいとあるけど、あなたはどう思いますかという、イエス様を試したわけですね。そしたら、イエス様が、その罪のないものから石を投げなさい、罪のないものから石を投げなさいと言いました。そしたらパリサイ人たちは誰も石を投げなかったんです。なぜかというと、石を投げたら罪が、自分には罪がないということを言ったことになるわけですね。でも、全ての人間はですね、自分の中に罪があるということを知ってますから、石を投げることができなかった。これはイエス様の知恵ですね。つまり罪人を裁いてはいけない、責めてはいけないという神の愛を表しています。ライオンさん、罪と許すことが大事ですね。そうですね、罪と許すことが大事です。そして罪と愛することが大事です。寒そうですね。そうです、少し寒いですよ、少し寒いです。そして、十字架はですね、イエス様が十字架で血を流しました、血を流しました。釣り糸って何ですか、釣り糸ですか、釣り糸っていうのはツイッターをすることをツイートっていうかな。わかりません。あ、罪人ね、ごめんなさい、罪人ですね、私たちは罪人ですね、私たちは罪人であり、そして、イエス様は罪人のために死んでくださった、それは私たちも罪人を許しなさい、愛しなさいということを教えるためでもあるんですね。吉田さん、憎しみは新たな憎しみを生むだけですね。そうですね、罪というのはですね、皆さん、罪というのは罪を誘発します。
私たちは、延長しませんか、延長します。私たちは、悪いことをされて、私たちも罪が悪いことをされて、私たちもその刺激されて罪を生みます。罪は罪を生みます。同じようにですね、愛は愛を生みます。私たちが愛のうちに生きるならば、愛を生み出すことができます。多くの人は罪を犯し、罪を誘発し、罪が増し加わっています。それがこの世ですね。この世は罪が増幅している世界と言えるでしょう。そうです、ライオンさん、私たちは愛の連鎖、神の愛で生きることによって神の愛が生み出される。それが伝道です。それが神の国です。それが教会です。兄弟姉妹の皆さん、私たちは素晴らしい使命があるんです。それは神の愛で生きるという、神の愛を増幅させるという素晴らしい使命です。そして私たちは、罪を犯さないように気をつけるということです。罪を犯したとしても悔い改めて、ね、悔い改めて、罪が、罪を憎むと言いましょうか。罪を憎んで、そして歩もうではないでしょうか。また十字架というのはですね、十字架というのはイエス様が、逮捕されてね、その逮捕された時に弟子たちはみんな逃げてしまいました。それまではですね、ペトロはですね、あなたのために死んでも従いますと言ったんですね。死んでも従います。そしたらイエス様が、あなたは鶏が鳴く前に三度私を、三度、ね、私を、拒絶すると言ったんですね。そしてその後ですね、イエス様が逮捕された時に、確かにペトロはですね、自分を守るためにイエス様は三回否定しました。その時、イエス様はちらっとペテロを見ました。でペテロはそのことを思い出して激しく泣くわけですけど、ペテロは、悔い改めました。ああ、私は死んでもイエス様に従うと言いながら、イエス様が逮捕された時に自分を守るために3回もイエス様を否定してしまった。ああ、私は何というものだろう。ああ、私は何と、イエス様より自分を愛するものだろうかと、悔い改めます。ですから、皆さんも同じように、自分を愛するかイエス様を愛するか、自分を愛するかイエス様を愛するか、私たちはそのことをしっかりと、決心しなければなりません。つまり私たちはイエス様を信じると言いながら、結局自分を選んでしまう。何かあった時、何か大事なことがあった時、結局イエス様の教えではなく、自分の都合を選んでしまうということがあるんです。牧師でもそういうことがあります。だから私たちは本当にとことんどっちが大事なのか、自分が大事なのか、イエス様の教えが大事なのか、自分が大事なのか、イエス様の教えが大事なのか、とことんですね、その優先順位を確認する必要があります。私たちは、何かがないと口ではイエス様と言いながら、
結局何かあったら自分を選んでしまう弱さがあります。ペテロはそうでした。ペテロは結局イエス様イエス様と言いながら自分を選んでしまったんですね。ですから私たちはそこからも学ばなければなりません。もちろんペテロは悔い改めましたから許されましたけど、私たちもイエス様イエス様と言いながら結局は自分の考えに生きてしまうならば、それは正しくありません。私たちはどんなことでもイエス様の教えを選択するというのは本当はすごく難しいことですね。本当はなかなかイエス様の教えにを選んでいくということはかなりの、決心や犠牲が伴います。しかし私たちはそれを選び続けます。イエス様、自分の都合ではなく自分の立場ではなくイエス様の教えを選び続けます。皆さんそういう覚悟は必要です、ね、命がけの覚悟です。もし、信仰してないと殺すぞ信仰してないと殺すぞと、ね、言われた時に皆さん、信仰してません信仰してませんという命自分の命よりも自分の命よりも信仰を選ぶ、自分の命よりもイエス様を選ぶ、そういう決心が必要です。そうしないとです、本当の信仰と言えないということですね。最後はイエス様を裏切ってしまうならば、最後の最後にイエス様を裏切るならば、それは信仰と言えないのではないでしょうか。私たちは最後の最後までイエス様を裏切らない、ユダヤとかペテロのようにイエス様を裏切らないで、最後の最後までイエス様を信じて従っていくものになりたいですよね。それでは、明石タイムに行きましょう。イエス様を信じて、吉田さん、滞在を犯しても許されますか？悔い改めるなら許されますよ。ジゼロンさん、なぜ日本社会には愛がないんでしょうか？罪の世界ですからね。罪の世界ですから、悪魔が支配してますから愛がないんですね。その中でジゼロンさん、愛を持って生きるということが御心です。この愛のない世界で、愛のない世界で少しでも愛を表す、これが神様の御心です。それでは明石タイム、イエス様を信じて、イエス様を信じて、十字架の意味が分かってきた、十字架からいろんなことを学ぶことができた証、イエス様を信じて、十字架によって救われた、十字架によって永遠の命を受けた、十字架によって神様のことが分かってきた証、スタート。太郎さん、イエス様は罪を全く犯してないですよ。罪を全然犯してない。冤罪ですね、冤罪。ルルさん、死後の不安がなくなりました。そうです、天国に行くんですから。天国に行くんですから、死後の不安はありません。地獄に行くから多くの人は死後が不安なんです。死を恐れる。多くの人が死を恐れるのは、地獄の予感、地獄に行く予感があるから死を恐れるんです。事実を恐れるべきです。地獄を恐れるべきです。もう本当に恐ろしいとこですから、死を恐れましょう。だからイエス様を信じなきゃいけないのですね。リノさん、おはようございます。多くの人は、その地獄の恐ろしさを知らないので、
イエス様を信じないんですね。地獄の怖さを知ったならば、地獄の恐ろしさ、地獄の苦しみを知ったならば、もうイエス様を信じたくなります。信じないといられなくなります。坂田さん、悲しみも苦しみもない天国に行けると思うとワクワクします。私もワクワク、私も天国に行くことがワクワクです。マネキンさん、おはようございます。大石さん、おはようございます。井野さん、今日も一日頑張りましょう。太陽さん、地獄は恐ろしいところというのは何を根拠にされているんですか？聖書ですよ。聖書にそう書いてあります。聖書にはですね、宇治があって、火の池と書いてありますね、聖書に。そして昼も夜も、苦しみを受けると書いてありますね。イエス様は、その地獄に落ちるなら、地獄に落ちるなら目をえぐりなさい、地獄に落ちるなら手を切りなさいと、罪を犯して地獄、罪を犯して地獄に行くならば不義の方がいいとおっしゃいました。それほど地獄は恐ろしいところ、手を切った方がいいぐらい、まあ、それは実際切るということじゃなくて、そのぐらいということですね。そのぐらい罪をやめないと恐ろしいよとイエス様もおっしゃったんですね。聖書を書いた人間は地獄を見たのですか？預言者の中ではね、いろんな幻を見た人がたくさんいますね。いろんな幻を、ヨハネも幻を見ました。スーさん、おはようございます。モーカさん、十字架がなければ救われませんでした。イエス様の愛、イエス様のすべてに感謝します。罪人の私たちのためにイエス様は十字架で死なれました。イエス様に罪を謝罪し、もっと悔い改めたいです。アメン、アメン。黒桃さん、イエス様の愛を感じ続けていたいので、イエス様を信じ続け、イエス様についていきます。アメン。素晴らしいです。人生はイエス様についていくこと、人生はイエス様を一番にし、イエス様の教えに従って生きることです。この世の中で生きてはいけません。この世の考え方、肉や欲で生きてはいけません。信仰で歩む、イエス様を信じる信仰で歩む、神の愛の中で歩む、十字架を述べ伝えて歩む、これが人生です。これが人生です。それが天国に行く道です。多くの人は欲で生き、罪に歩んで地獄に向かっています。広い道です、広い道です。しかし私たちは狭い道を歩みましょう。ライオンさん、イエス様はいつも守ってくれているのを感じます。アメン。いつも守ってくれます。いつもそばにいてくれます。ジュデロンさん、やはり日本人はそろそろアジアに謝罪するべきでしょうか？その通りです、その通りです。それでは招きをしましょう。今日の放送を見て、十字架ってそんなに意味があるんだ、そんなにたくさん意味があるんだ、十字架ってすごいことなんだ、十字架を見ることによっていろんなことがわかるんだ、十字架を見ることによって神様がわかり、自分がわかり、この世がわかるんだ、
十字架を見上げて歩みたい。いつもいつも十字架から目をそらせずに、いつも十字架のイエス様を見て従っていきたい。そして自分もイエス様のように自分を捨て、自分の十字架を背負って従っていきたい。この世の生き方、今までの生き方を捨てて、欲や肉の生き方を捨てて、信仰で歩みたい、イエス様に従っていきたいと、そのように思う方、アメン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 。天のお父様、感謝します。私たちは、肉で生き、罪で生きているということさえも知りませんでした。イエス様が私たちに十字架を通して罪が分かるようにしてくれました。神の愛が分かるようにしてくれました。神様の正しさ、清さ、イエス様が何をしてくれたか、私たちを救うために何をしてくれたかが分かりました。私たちは十字架を見て悔い改めます。十字架を見て自分の罪を悔い改めます。私たちは傲慢で、自己中で、本当に神様に対して、不従順だったことを悔い改めます。敵意があり、悪意があり、神を憎み、人を憎んできたことを認めます。私たちの罪を許してください。十字架によって許してください。イエス様の血潮によって罪を許してください。清めてください。今、アーメンと言った方々の、心がイエス様の血によって許されますよ。イエス様の血によって清くされますよ。イエス様、私たちを救ってください。私たちを救ってください。私たち、自分よりもあなたを優先し、自分の命よりもあなたを優先し、あなたに従います。あなたを愛します。私たちを導いてください。用いてください。神の国のために用いて、福音のために用いて、十字架のために私たちを用いてください。イエス・キリストを信じる者を祝福してください。イエス・キリストを信じる者をあなたの愛で包んでください。イエス様、お願いします。あなたの十字架をもっともっと述べ伝える者にしてください。あなたの愛をもっともっと述べ伝える者にしてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン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 。はい、皆さんありがとうございました。それじゃあ、今日もぜひ皆さん、イエス様を思って、イエス様の教えを考えて、十字架を見上げて、一日を過ごしてください。それではまた夜7時にお会いしましょう。良い一日を、シャローム、ありがとうございました。良い一日を、シャローム、シャローム、シャローム。